読書編歴、三木清一。今日の子供が学校へも登らない前からすでにたくさんの読み物を与えられていることを幸福と考えて良いのかどうか、私にはわかない。私自身は、小学校にいる間、中学へ入ってからも初めの一、二年の間は、教科書より他のものはほとんど何も見ないで過ぎてきた。学校から帰ると、頬をひり出して、 近所の子供と遊ぶか、家の手伝いをするというのが常であった。私の生まれたところは池一つこすと立つのの町になるのであるが、私は村の小学校に通い、その頃の普通の農家の子供と同じように読み物は何も与えられないで暮らしてきた。父の代になってからは商売はやめてしまったが、今でも私の成果は村でも。米屋、と呼ばれているように、 その自分はまだ祖父が財政していて、米の仲買いをやり氷を兼ね、またいくら型を作ってもいた。村の人々と同じに暮らして目立たないことが家の生活方針であり、私も近所の子供と変わらないようにしつけられた。中学に通うことになってからも、私は勤めて村の青年と交わり、なるべく目立たないように心がけた。 私は商売よりも工作の手伝いが好きであった。つまり私は百姓の子供として育ったのである。雑誌というものを初めて見たのは6年生の時であったと思う。中学の受験準備のための補修の時間に一緒になった村の医者の子供が博文館の日本少年を持ってきたので、それを見せてもらったわけである。 私はそんな雑誌の存在さえも知らないと言った全くの田舎の子供であった。街へ使いに行くことは多かったが、本屋は注意に入らないで過ぎてきた。今少年時代を解雇しても、私の目に映ってくるのは、郷里の自然と様々な人間であって、書物というものは問いとつない。ただあの時の、日本少年だけが妙に深く印象に残っている。 その頃広く読まれていた岩屋さざ波の童話のごときも、私は中学に入ってから初めて手にしたのであった。田舎の子供には作られた夢はいらない。土が彼の心の内に夢を育ててくれる。かような私がそれでも文芸というものを比較的早く知ったのは、一人のやや無法な教師のおかげである。やはり小学6年のことであったと記憶する。 受け持ちの先生に立つのの町から教えに来ておられたただという人があった。この先生はほととぎす派の俳人であったらしく、教室で私ども百姓の子供を捉えてよく俳句の公釈を始め、ついには作文の時間に生徒に俳句を作らせるほど熱心であった。ある時私の出した句が秀逸であるというので、黒板に書いてみんなのものに示し、 そして高浜巨子が私と同じ名の清だから、私も巨子を真似て。教師と合するが良いと言って、お立てられた。合というものをつけてもらったのはこれが初めでまた終わりでもあるので、今も覚えている。この先生によって私は四季や武尊や場所の名を知り、その若干の句を教えられた。ホトトギスという雑誌は、 中学の時、いわゆる社生文を学ぶつもりでしばらく見たことがある。二、私が本当に読書に興味を持つようになったのは、現在満州国で教科書編纂の主任をしておられる寺田基次郎先生の影響である。この先生に会ったことは私の一生の幸福であった。確か中学三年の時であったと思う。 先生は東京高市を出て初めて私どもの辰野中学に国語の教師として赴任してこられた。何でも以前文学を志して島崎藤村に指示されたことがあるという噂であった。当時すでに先生は国語教育について随分新しい意見を持っておられたようである。私どもは教科書の他に副読本として徳富ろかの。自然と人生を与えられ、 それを学校でも読み、家へ帰ってからも読んだ。先生は塾の解釈などは一切教えないで、ただ幾度も繰り返りして読むように命ぜられた。私はろ化が好きになり、この本のいくつかの文章は暗証することができた。そして自分でさらに、生山白雲とか、聖路集とかを求めて、同じように熱心に読んだ。冬の夜、こたつの中で、 暗いランプの光で母にいぶかられながら世を徹して、思い出の木を読みふけったことがあるが、これが小説というものを読んだ初めである。かようにして私はろ歌から最初の大きな影響を受けることになったのである。私がろ歌から影響されたのは、それがその時までほとんど本らしいものを読んだことのなかった私の初めて接したものであること、 そして当時一年ほどの間はほとんどただ露化だけを繰り返して読んでいたという事情によるところが多い。このような読書の仕方は、かつてまず師書五教の素読から学問に入るという一般的な慣習が廃れて以後、今日では気なことになってしまった。今日の子供の多くは容易に主樹の本を見ることができる幸福を持っているのであるが、そのために自然、 手当たり次第のものを読んで捨てていくという習慣になりやすい変がある。これは不幸なことであると思う。もちろん教科書だけに止まるのは良くない。教科書というものは、どのような教科書でも何らか合理的にできている。教科書だけを勉強してきた人間は、そのことだけからも合理主義者になってしまう。もし読書における開講というものがあるなら、 私にとってロカは一つの開口であった。私の距離の立つのは近年は阪神地方からの遊覧車も多い山水明美の地であるが、その風物は武蔵野などとはまるで違っている。その土地で大きくなった私が武蔵野を愛するようになったのは、ロカの影響である。一行時代、私はほとんど毎日曜日、寮の弁当を持って、 ところ定めず武蔵野を歩き回ったことがある。それはその頃読んでいた場所などに対する青年らしい象形でもあったが、根事はやはり、奥の細道でなくて、自然と人生であった。露歌を訪ねたことはついになかったが、彼が住んでいたカスヤのあたりをさまよったことは一切ではない。利根川べりのイキスとか尾ミとかの名も露歌を通して記憶していて、 その土地を訪ねて旅したこともある。彼によってまず私は自然と人生に対する目を開かれた。もし私がヒューマニストであるなら、それは早くろ過の影響で知らず知らずの間に私のうちに育ったものである。彼のヒューマニズムが染み込んだのは、田舎者であった私にとって自然のことであった。今も私の心を引くのは土である。 名所としての自然でなくて土としての自然である。それは風景としての自然でさえない。場所でさえも私には不流に過ぎる。風流の伝統よりも農民の伝統を私は尊いものに考えるのである。もっとも、ロカの文学は農民の文学とは言えないであろう。私は今彼を読み直してみようとは思わない。昔深く影響されたもので、 その思い出を完全にしておくために、後に再び読んでみることを欲しないような本があるものである。2. 中学の同級生に古林岩尾というのがいた。後に生を改めて藤岡と言ったが、私どもの学校で有名な秀才で、非常な読書家でもあった。四年生の時彼が寄宿舎を出て私の村に下宿するようになってから親しく交わるようになったが、 その時以来私は彼の影響で色々な書物を読むようになった。考えてみると、私が哲学を志望するようになったのも、藤岡の感化に基づいている。五年生の頃彼は長井潜む博士の著書を愛読し、しきりに生命の問題を論じ、私を捉えては機械説がどうの、正規説がどうの、と語り、フェルオルンを尊敬し、その、 一般生理学を読むためにすでにドイツ語の勉強を始めていた。その自分の中学ではおそらく珍しい科学講演会というものを組織したのも彼であった。彼に刺激されて私も長井博士の生命論を読み、あるいは岡浅次郎博士の進化論講話を紐解きなどして生命の問題に関心を持つようになったことが 後に私が哲学に入る起源となったのである。藤岡は六甲を経て兄弟の医科を卒業して生理学を研究し、特に生理学史に興味を持ち、その方面の論文を発表していたが、不幸にして病に倒れてしまったのは惜しいことであった。彼も後年にはよく哲学の本を読んでいたようである。 坂田の夫君は彼と同郷の後輩で彼と同じように六校を経て兄弟の以下を卒業して生理学を勉強したが、今日では専門の哲学者になってしまった。大抵の人はまず文芸書を通して読書家になるのではないかと思う。藤岡の場合もそうであり、いつも彼に指導されていた私の場合もそうであった。 それに藤岡ははじめは文学者になるつもりであったらしく彼の提唱で文芸の回覧雑誌ができ、私も一二小説めいたものを書いたことがある。その時の同人に現在心境の建国大学にいる宗教学の松井良大だやかがある。その頃私は、紅葉、ドハンから、漱石、黄外、一派、著牛、六歩、固い、修正、白鳥、 カフー、純一郎、三重吉など、実にいろいろなものを読んだが、特に感銘を受けたものを挙げるとすれば、藤村の。破壊、春、家、といったもの、即興詩人とか、剣敵などの王外のものを挙げねばならぬであろう。その後藤村のものはあまり見ないが、王外のものは今も時々見ることがある。立野の町に伏見屋という本屋があって、 私はよく学校の帰りにそこに寄って本を漁り、父母に内緒の借金ができて苦労したこともある。時には姫路まで出かけて古本屋砂撮りをした。外国文学では、藤岡は特にワイルドが好きで。リーディング監獄の歌を回覧雑誌に訳したりしていたが、私もワイルドのものを東京の丸善から取り寄せて辞書を頼りに読んだことがある。私には、 デプロフンディスが強く印象に残っている。他には、これも藤岡の感化で、スルゲーネフのものを比較的多く読んだ。その自分私の中学で外国文学の新知識は、旧姓を長富と言い,い、現在外交評論家として知られている梶間森之助くんであった。カシくんは私どもよりは一年先輩であるが、 霊系が大学で文化をやられていたのによるであろうか、私どもを全く驚かしたほど外国の作家のことを知っていた。昼の休みの時間に学校の運動場の隅で、藤岡や私は鹿島くんから、ハウクトマンがどうの、マーテル・リンクがどうの、ボードレールがどうの、などとよく聞かされたものである。つまり西洋現代文学史の講義を一通り聞いたわけである。 カシマ君には久しく会わないが、会って当時を語れば、お互いに吹き出すようなことが多いであろう。正確には覚えていないが、ブリックスと言ったのではないかと思う、私の在学時代に辰野中学にも初めて外人教師が来た。今関西学院の教授で経営学を担当している池内信幸は私の同級生で彼は英語の会話を最も得意とし、 この先生とよく一緒であったようである。このアメリカ人の先生が就任の挨拶の時に、自分は太平洋を渡ってきたが、この水が日本の騎士を洗っていることを思い、世界は一つのものであることを深く感じたといった言葉が今も妙に私の耳に残っている。この先生は街でバイブルクラスを開いていたが、 英語の勉強のつもりでそれに出席したのが私の聖書を読んだ初めである。その後私は聖書は好んで日本訳で読んでいる。この翻訳はおそらく双葉庭屋外の翻訳以上に、日本文学史上における偉大な業績である。詩や歌の方面では、その頃の青年の多くがそうであったように、私も土井万水の。天地うを、 その中のいくつかを暗唱し得るまでに読んだ。藤村詩集もよく読んだが、私の好きであったのは何よりも北原白秋の。邪集門、や、思い出であった。今も白集の歌は私の好きなものの一つである。三木露風は姓が同じであるので、親戚ではないかとよく聞かれることがある。そうではないが、露風も立つの人なので、 その名は中学時代から親しんでいた。一体三木という姓は私の地方には多く、番州三木城の別所氏が豊臣秀吉に滅ぼされた時、家臣たちが亡命して身をくらますために元の姓を筆してその土地の名を取り三木と称したのに始まると伝えられている。中学の頃には、廃園、寂しき明けぼの、の中の露風の歌を愛称したが、 トラピスト修道院に入ってからのこの人の歌はあまり見ていない。歌ではやはり白州の作品が最も好きであった。ヨシー・イーサムの歌も好んで読んだ。歌といえば、私はその自分かなり熱心に稽古したことがあり、辰野中学の交友会雑誌には当時私の作った歌がいくつか残っているはずであるが、作家の上で特に影響を受けたのは、 その時代の多くの青年に普通であったように、和歌山牧水であったであろうか。し、中学時代、私の得意としたものがあるとすれば、それは歴史であった。中にも山路愛山の四伝類をよく読んだが、特に。上山祈談とか、日本外しとかを愛読した。その頃は漢文も私としては得意とするものであったが、慶書よりも師匠を見ることが好きであった。 立野の脇坂藩の受舎で本間城岩という先生が私どもの中学に教えに来られていた。ところでまた藤岡に誘われて私は一年近くの間、この老先生のお宅に伺って、漢詩を作ることを稽古したことがある。その自分私は学校の作文では、当時の中学生に広い影響を与えていた大町軽月を読んで、軽月張りの文章を書いていたが、 監視を習うようになってから勉強したのは久保天瑞とか森海南とかの著書であった。一時は、投資戦の中の歌をできるだけ多く暗記するつもりで取り掛かったことがある。先だって不参謀百科文庫で森海南の、投資戦表尺を買ってきて読み、昔を思い出して懐かしかった。図画の教師で法制経済も教えておられた先生に岩本という人があった。 私はこの先生から思想といえば思想らしいものを継ぎ込まれたのである。藤岡に言わせると、岩本先生は社会主義者であると言っていたが、むしろニヒリストであったようである。幸福でなかった先生の境遇がおそらくそうしたものであろう。先生は元評論家か新聞記者になられるつもりであったらしく、その仕事の重要さをよく話しておられた。 私どもは教室でもしばしばこの先生から、中江町民、福沢諭吉、徳富祖法、三宅節礼などについて聞かされたものである。しかし私はその頃はむしろ文学に熱中していて、思想の問題についてはそれほど深い関心がなかった。岩本先生から教えられたものの中では、ろ過との因縁で祖法氏のものを最も多く読んだが、 それもその自分流行していた演説の材料にするつもりで読んだので、思想的影響というようなものはなかった。晩州赤穂は立つのからゴリばかりのところにある。私どもの中学では毎年義士打ち入りの日に全生徒が徹夜で赤穂の町まで行軍を行い、そこで義士追母の講演会を開くのが例であった。その講演会には生徒のうちの優弁家が出ることになっていたので、 平素においても演説はなかなか盛んであった。もっとも、これは、その時代が日本におけるいわば一つの雄弁時代であって、今の。雄弁という雑誌もその頃は名のごとく殊として我が国の有名な雄弁政治家の演説の速記を載せていたようなありさまで、私どもの田舎の中学でも議国会を催したこともあるという時代の一般的な空気の影響でもあり、むしろそれが根本的であった。 私も一時は、雄弁、の愛読者であって、中学の裏の山に登って声を張り上げて演説の稽古をしたこともある。国語の教師に野崎先生というのがあり、演説が得意で、生徒にもそれを奨励されていた。赤穂の講演会での演説の準備という意味もあって、義試源はその自分随分いろ読みあさった。福本日南の、 元禄解挙録なども感激して読んだものであるが、今は岩波文庫の中に収められるようになった。かようにして中学時代の後半は、私の混沌たる多読時代であった。私は大正3年に中学を卒業したが、私の中学時代は日本資本主義の上昇期で、成功というような雑誌が出ていた時である。 この時代の中学生に歓迎されていた雑誌に押川春郎の冒険世界があった。かような雰囲気の中で私どもはあらゆる事柄において企業的で冒険的であった。私の読書もまたそうであったのである。これに比べると高等学校時代の私は主樹の点でかなり著しい対象をなしている。 自分について語ることは危険なことである。それは癒しいことであり、少なくとも悪い趣味であると言われるであろう。私は書物について書きながら自分について、また他の人々について書くことになった。どのような本を読んだかは、ある意味で全て偶然的なことである。しかし他方それはまた全て必然的なことである。 この偶然性と必然性等をいくらかでも示すためには、人間について、とりわけ自分について書くのを避けることができない。それから生じやすい危険を逃れる手近な方法は、できるだけ簡単に事実だけを記すということである。中学を出ると、私は一人ぼっちで東京の真ん中に切り出された。一校に入学した私は、 そこに中学の先輩というものを全く持たなかった。そして私はまた卒業するまでそこに中学の後輩というものを全く持たないでしまった。かようなことが我が国の特殊な社会事情において、ことに田舎から出てきた一人の青年にとって何を意味するかは、読者の想像し得ることであろう。その上私の家には東京に知人というものがまるでなかった。 その頃は9月の入学であったが、おじが紹介してくれた保証人に挨拶に行くという父と一緒に途中暴風雨のために東海道線が普通になったので、中央線を回ってたくさんのトンネルを抜け、ゆえんと汗とに汚れて飯田町の駅に降りた時の気持ちは今も忘れることのできないものである。後には次第に学校の友もできたが、私の心はほとんど常に孤独であった。 田舎者の私は、特に父の血を受けて、交際は花だ増えてであった。学校の寄宿舎で暮らして、街に知った家がなかった私には、家庭生活の雰囲気に触れることも不可能であった。結局私は、東京に住むようになってからも、いつまでも孤独な田舎者であったのである。こうした孤独には多分に青春の干渉があったであろう。 孤独な青年が好んで赴くところは宗教である。むしろ宗教的気分というものである。宗教的気分はいまだ宗教ではない。それは宗教とは反対のものでさえある。宗教的気分が常に多かれ少なかれ感傷的であるのに反して、宗教そのものはかえって感傷を克服して出てくるものである。 自分で宗教的であると考えることそのことがすでに一つの干渉に過ぎぬ場合がいかに多いであろう。高等学校時代を通じて私が比較的たくさん読んだのは宗教的な書物であった。それも何ということなく、いろいろなものを読んでいる。キリスト教の本も読めば、仏教の本も読む。日蓮宗の本も読めば、新宗の本も読む。 また前週の本を読むこともあるという風であった。そうして一種の宗教的気分に浸るということが慰めであるように感じられた。今にして考えると、青春の甘い鑑賞に属するに過ぎぬものが多い。もちろん私は甘さというものを一概に無価値である謎と考えるのではない。それはともかく十分に日本的であるということができるであろう。 聖書は繰り返して読んで、その都度感銘を受けた本であった。しかし旧約の面白さがわかるようになったのは、ずっと後のことである。聖書は今も私の座右の書である。仏典の経典では浄土真宗のものが私には一番ぴったりした。キリスト教と浄土真宗との間にはある類似があると見る人があるが、 そういうところがあると考えることもできるであろう。元来、私は信州の家に育ち、祖父や祖母、また父や母の受する。正真下、とか、母文章、とかをいつの間にか聞き覚え、自分でも命ぜられるままに仏壇の前に座ってそれを受することがあった。お経を読むということは私どもの地方では基礎的な教育の一つであった。 こうした子供の時からの影響にもよるであろう、青年時代においても私の最も心を惹かれたのは真宗である。そしてこれは今も変わることがない。一体我が国の哲学者の多くは禅について語ることを好み、東洋哲学というとすぐ禅が考えられるようであるが、私には平民的な法然や親鸞の宗教に遥かに親しみが感じられるのである。 いつかその哲学的意義を鮮明してみたいというのは、私の密かに抱いている念願である。後には主として西洋哲学を研究するようになった関係からキリスト教の文献を読む機会が多く、それにも十分に関心が持てるのであるが、私の落ち着いてゆくところは結局浄土真宗であろうと思う。高等学校時代に初めて見て特に深い感銘を受けたのは、 単二章であった。近住上官先生の単二章講義も忘れられない本である。本郷森川町の弓道学者で先生から単二章の講義を聞いたこともある。近住先生はその時代の一部の青年に大きな感化を与えられたようであった。島地帯等先生の編纂された青天は現在も私の座右の書となっている。 私のみではない、その頃の青年には一体に宗教的な関心が強かったようである。日本の思想界が一般に内政的になりつつある時代であった。中学時代の初めに興味を持って読んだ、冒険世界というような雑誌がいつしか姿を消して、やがて倉田百三氏の、出家とその弟子とか、 愛と認識との出発とかが現れて青年の間に大きな反響を見出すようになる雰囲気の中で、私は高等学校生活を経てきた。一校にも日練習とか、前週とか、新週とかの学生の会があり、私も時々出席してみたことがある。私の最も親しくするようになった宮島敏夫に誘われて、ある夏私は彼と一緒に鎌倉の遠隔寺の一庵に宿り、 座禅をしたこともある。一日全貌を出て、宮島の知っている堀口大学氏が常知寺に来ておられるというので尋ねたことがある。堀口氏に会うといつもあの頃のことを思い出すのであるが、まだ口にしないのである。おそらく堀口氏の記憶には残っていないことであろう。六、私の文学熱はこうして冷めていった。中学を卒業する前、 将来は文学をやろうと考えて、当時鹿児島県に移っておられた寺田喜次郎先生に手紙で相談し、先生からは勧めの返事をいただいたのであるが、一校の文下に入ってからはそうした考えはむしろ薄らいでいった。私は文学に対しても懐疑的になっていた。弁論部に関心がなかったと同様、文芸部にも興味がなかった。 一年生の時には帰って一時剣道部に席を置いたことがある。こうした私は芹沢新一氏、孔次郎氏の霊形に引っ張られてボート部に入り、組線を漕ぐことになった。隅田川に行ってボートを漕ぐことは、運動は元来増えてであるにもかかわらず、当時会議的になっていた私にとって一つの逃避方法であった。 一緒に組戦を漕いだ仲間で哲学方面へ行った者には、後に東北大学の宗教学の助教授にまでなってほしいことに病に倒れてしまった寺崎修一がある。独方の我が妻栄、三輪樹荘などの諸君もボートの関係で知り合いになった人々である。京都大学に入ってからも、私は門下の選手として琵琶湖や瀬田川でボートを漕いだことがある。 ともかく私の読書の興味の中心は次第に文学書から宗教書に移っていった。それは時代の精神的気流の変化の影響によることでもある。トルストイの、我が残悔が文学青年の間にも大きな影響を見出すというような時代であった。これは私も感激を持って読んだ本である。私はいつの間にか、芸術とは何ぞや、 におけるトルストイに共鳴を感じるようになっていた。彼の人生論なども感動させられた本である。私の場合かようなことは中学時代に単独した徳富ろ家の影響によって知らず知らず準備されていたと言えるであろう。私も一時はある種のトルストイ主義者であった。去年の夏、満州を旅行した時、記者の中へ岩波文庫版の イワンのバカ。人は何で生きるか、というような当時愛読したトルストイの商品を持ち込んで久しぶりに読み直してみたが、今度はそれほど深い感動を覚えることができなかった。私はそこに何か気取りに似たものを感じた。しかし老齢になってからもなお気取ることができたところにトルストイの偉さがあるのかもしれない。ルソーの、ザンゲロクとかアウグスティヌスの、 告白録とか、マルクス・アウレリウスの、生殺録とか、そういった種類の、あるいは名前の本を私は好んで読んだ。哲学者では、ショーペンハウエルとかニーチェとかの性の哲学が流行し、私もその影響をこむった。和辻哲郎氏の、ニーチェ研究とか、ゼーレン・ケルケゴールとかは、当時の雰囲気を表している書物である。 文学においても私はロシア文学に多く興味を持つようになり、ことにチェーホフの作品を愛読し、桜の園、のごときは幾度も繰り返して紐解いたものである。青年の間では花岩尾の滝で自殺した藤村三章が始終話題に上るという時代であったのである。私なども本を読みながら本に対して全く懐疑的になり、 自分の持っていた本を売り払ってしまうというようなことが一度ならずあった。今私が直接に経験してきた限り当時の日本の精神科医を解雇してみると、まず冒険的で積極的な時代があり、その時には学生の政治的関心も一般に強く、雄弁術などの流行を見た。この時代を私は中学の時にいくらか経験した。が、 次にその反動として内政的で懐疑的な時期が現れ、そしてそうした空気の中から、教養という観念が我が国のインテリゲンチャの間に現れたのである。したがってこの教養の観念はその由来から言って文学的ないし哲学的であって、政治的教養というものを含むことなく、 むしろ意識的に政治的なものを外面的なものとして除外し排斥していたということができるであろう。教養の観念は主として創積文化の人々でケーベル博士の影響を受けた人々によって形成されていった。安倍次郎氏の三太郎の日記はその代表的な先句で私も寄宿寮の小灯後ろうそくの光で読みふけったことがある。この流れとは別で しかし、主々の点で接触しながら教養の観念の拡充と積極化に貢献したのは白樺派の人々であったであろう。私もこの派の人々のものを読むようになったが、その影響を受けたというのは大学に入ってから後のことである。かようにして日本におけるヒューマニズムあるいはむしろ日本的なヒューマニズムが次第に形成されていった。 そしてそれは例えばトルストイ的な人道主義もしくは宗教的なローマン主義からやがて次第に文化という観念に中心を置くようになっていったと考えることができるのではないかと思う。安倍和辻氏らの雑誌、市長が出て、私もその愛読者の一人となったが、それが後に岩波の思想に変わったのである。 高等学校の最初の2年間は私にとっては内政的な方向時代であった。2年生になるとき学校の規則で文学を志望するか哲学を志望するかを決定しなければならなかったので、私は哲学と書いて出しはしたが、自分の心ではまだいずれとも決定しかねていた。私の気持ちがまとまって、はっきり哲学をやることに決めたのは3年生のときで、 その頃から私の読書の傾向も変わってきた。7. 考えてみると、私の高等学校時代はこの前の世界戦争の時であった。考えてみるとと私は言う、この場合この表現が正確なのである。というのはつまり、私は感受性の最も鋭い青年期にあのような大事件に遭いながら、 考えてみないとすぐには思い出せないほど戦争から直接に精神的影響を受けることが少なくて済んだのである。単に私のみでなく多くの青年にとってそうではなかったのかと思う。そう考えると、日露戦争の時、戦争を知らないで研究室の生活を続けていた大学者があるという嘘のようなことも、十分あり得ることであったろうと思われる。 私があの世界戦争を直接に経験したのはむしろその後1922年ヨーロッパへ行った時である。これは現在の戦争とは全く様子が違っていることである。近代戦争というものはリアリスティックになっている。近代戦争のこの性質はあらゆる人をその中に引き入れて何人も県外に立つことを許さないというところに率直に現れる。 その意味においてそれは全くメカニカルな必然性を持っている。これに反して以前は戦争にしても有機的なものであった、あるいはロマンティックであった。もちろん現在も戦争には何らかロマンティシズムが必要であろう。それにもかかわらず近代戦争は本質的にリアリスティックなものである。 近代戦争のこの性質について深く考えてみるのは極めて重要なことである。あの第一次世界戦争という大事件にあいながら、私たちは政治に対しても全く無関心であった。あるいは無関心であることができた。やがて私どもを支配したのはかえってあの、教養という思想である。そしてそれは政治というものを軽蔑して文化を重んじるという、 反政治的ないし非政治的傾向を持っていた、それは文化主義的な考え方のものであった。あの、教養という思想は文学的、哲学的であった。それは文学や哲学を特別に重んじ、科学とか技術とかいうものは、文化には属しないで、文明に属するものと見られて軽んじられた。言い換えると、 大正時代における教養思想は明治時代における啓蒙思想。福沢諭吉などによって代表されている。に対する反動として起こったものである。それが我が国において。教養という言葉の持っている歴史的眼畜であって、言葉というものが歴史を脱することのできないものである限り、今日においても注意すべき事実である。 私はその教養思想が台頭してきた時代に高等学校を経過したのであるが、それは非政治的で現実の問題に対して関心を持たなかっただけ、それだけ多く古典というものを重んじるという長所を持っていた。日本における教養思想に大きな影響を与えたのはケーベル博士であって、その有力な主張者たちは皆ケーベル博士の弟子であった。 かようにして私もまた一行時代の後半において比較的多く古典を読んだのである。ダンテの、神曲とかゲーテの、ファウストなど、難しくてわからないところも多かったがともかく一生懸命に読んだものである。ファウストはドイツ語の時間に今は亡くなられた南はじめ先生から教わったこともある。その試験にドイツ文でファウスト論を書けという課題が与えられたが、 私はその中に出てくるワグネルという人物について論じた。それがよくできていたというので褒められ、そんなことから南先生には特別に親しくしていただくようになったというようなこともあった。特に影響されたものというと、ニーチェのサラツストラであったであろうか。後に単行本になった安倍次郎氏のサラツストラ解釈も、主張、 に出ていた頃熱心に読んだものの一つである。古典という観念に影響された私の読書の範囲も量も、その頃の私の貧弱な読書力から言って、勢い極限されざるを得なかった。日本の文学では、その頃から次第に読書階級の間に動かし難い地位を占めてきた漱石のものを比較的多く読んだように思う。 これも当時の教養思想の有力な主張者たちの多くがまた創籍文化であったということに自然影響されたのであろう。ともかく高等学校時代、私は決して多読くけないし白読家でなかった。その自分私どもの仲間で読書家として知られていたのは牢山正道くんであった。何でも牢山くんは、 大隈重信が会長であった大日本文明協会というので出していた西洋の学術書の翻訳を全部読んでいるというような噂であった。今でも牢山くんを見ると、あの頃毎日学校の図書館へ通っていた姿が目に浮かんでくることがある。その時代私の読書における一つのエピソードは、潮の屋恩先生。 その後孫夫、青山先生から私どもは学校で漢文を習った。のお宅に伺って、史実願を読むという小さな会に参加したことである。この会の中心は私より一級下の倉石武四郎くんであった。倉石くんは現在京大の品学の教授であるが、先代手道くんからその著書、品語教育の理論と実際という本をもらって、 ふとこの読書会のことを思い出した。会員は倉石くんのほか、松山高等学校にいる川端しむじゃくん、東京の初大学でインド哲学を講じている山本海流くん、そして私のクラスからは寺崎周一と私とが加わったように思う。私たちは一周一回、寮の夕食が済むと、小石川の塩や先生のお宅まで歩いていった。本読みが済むと、 いつも焼き芋が出て雑談になったのを覚えている。あの頃から倉石くんは実によく漢文を読むことができた。おとなしいうちにも何か毅然としたものを持っている人であったが、その倉石くんが近年漢文を帰り店によって日本読みにすることに反対してそのまま品音で読み下すべきことを主張し、品語教育のためのレコードを作ったりなどしているのは面白いことである。 読書会といえば、高等学校3年生の時、私が先に立って哲学の読書会を組織したことがある。ビンデルバントの、プレルーディエン、序曲、の中の、哲学とは何かを早見光先生に願って読んでいただいたのである。会員は20名くらいであったであろうか。その頃は世界戦争の影響でドイツ書を手に入れることができなかったので、 当社版釣りを作ってテキストにしたその自分私は大学に入ってから哲学をやることに決めていた。久しく迷っていた私にその決心をさせたのは西田喜太郎先生の。前の研究であった。しかしそのことについては他の場所で書いておいたから、ここではもう繰り返さないことにする。 宮島敏夫に連れられて桑木玄翼先生を初めてお尋ねしたのもその頃であった。宮島は後に東大の哲学科に入った。長い間病気ばかりしていて誠に気の毒であったが、昨年とうとう死んでしまった。その通知をもらって後、桑木先生に会ったら宮島の話が出たので、あの時のことの記憶を新たにしたわけである。 高等学校を卒業する前彼からもらったレクラム版のショーペンハウエルの全集は、私にとって貴重な記念である。当時宮島はショーペンハウエルに傾倒していた。彼ばかりではない、その時代の青年が大抵そういう風であったのである。日本における哲学書の出版に新しい時期を隠した岩波の、哲学草書、が出始めたのは、その頃のことである。 私なども木平忠義氏の、認識論とか宮本脇知氏の、哲学概論とか、わからないながら幾度も読んだものである。早見先生の、論理学、は、学校における先生の講義の教科書であった。つまり私の哲学の勉強は岩波の哲学奏書と一緒に始まったのである。高等学校の時、 その方面で私が一番多く読んだのは心理学と論理学との本であった。大学へ行ってから哲学を専攻する者は高等学校時代には論理と心理とをよく勉強しておかねばならぬと私どもの仲間で一般に言われていたので、その本を特に読んだわけであるが、それはまた私の場合、早見先生の感化によることでもあった。 一校の先生で私が最も多く影響を受けたのは早見先生である。先生の、現代の心理学という本は私の熱心に紐解いたものの一つであり、非常に良い本であったように記憶している。哲学を専攻する者は何でも原書で読む稽古をしておかねばならぬとまた私どもの仲間で言っていたが、その原書は戦争のためにドイツのものが来なくなっており、 主として英書を読まねばならなかった。そしてまた哲学はドイツに限るように聞かされていたので、英語のものを読むとすれば自然心理や論理の本を読むということにもなったのである。当時の一校生はよく本郷から日本橋の丸前まで歩いて行ったものであるが、そうして買って読んだ本で、今も私の手元に残っていて懐かしいものにジェームズの。心理学原理、ミルの 論理学体系などがある。しかしその時代は何と言っても我が国の思想界ではドイツの学問が圧倒的であった。心理学の方面でも文との名が最もかしましかった。私も早見先生の訳された文との小さい心理学をはじめ、須藤新吉氏の文との。心理学などを読み、また古本屋で文との。心理学義用。 の現象を見つけてきて勉強した。哲学の方面でもその頃からビンデルバントをはじめ新カント派の哲学が次第に一般の流行になりつつあった。ある時、南先生を柏木のお宅に訪ねたら、哲学をやるにはカントを研究しなければならず、カントを研究するには後編のカント論を読まねばならぬと言って、マントルピースの上に置いてあった後編の三つのカント書を見せてくださった。 そのような時代であったので、戦争のためにドイツの本が来なくなると日本の学問は衰えるというような論も行われた。そのことを公然と述べた人があって大分問題になったこともあったが、大抵の学者は真珠実際にそのように考えているのではなかったかと思う。ともかく第一次世界戦争が私に直接の影響として感じられたのは、 ドイツ語の本が手に入らないということくらいであった。現在では全く想像もできないようなことである。8. 大学生活の3年間、私は下鴨の同じ一つの下宿で暮らした。それは盾倉町で、その頃はまだ付近にあまり家が建っていなかったので、室を出るとすぐ前に比叡山を見ることができた。9月の半ば初めてその下宿に行ったとき、 派芸刀の鮮やかな色が極めて印象的であったが、その家では毎年美しい派芸刀を作っていた。私はその下宿を、元来校の家と自分一人で呼んでいた。今でも派芸刀を見ると、張ったといったその下宿のことが思い出されるのである。同じ年京都の哲学科に入ったのは私と広島高等師範を出た林礼次郎、旧姓森川、との二人であったが、 やがて森川も私の下宿に移ってきて、私と同様卒業するまでそこに泊まった。私たちは大抵一緒に鴨の森を抜けて学校へ通った。大学時代に読んだもので最も大きな影響を受けたのは言うまでもなく西田喜太郎先生の著作である。ちょうど私の入学した年の秋、自覚における直感と反省、が本になって出た。 続いて先生は、哲学研究史上に多くの論文を発表してゆかれた。私は先生の書かれたものを読むとともに、その中に引用されている本をできるだけ自分で読んでみるという勉強の仕方をとった。あの自分の先生の論文の中には実に色々の書物が出てくるのであるが、私の哲学勉強もおのずから多方面にわたった。 先生は主樹の哲学を紹介されたが、ひとたび先生の手で紹介されると、どの本も皆面白そうに思われ、読んでみたい気持ちを起こさせた。かようにして私は、カントからヘーゲルに至るドイツ古典哲学をはじめ、バーデン学派やマールブルク学派の新カント哲学、マイノングの対象論、ブレンターノの心理学、ロッツェの論理学、等々、 いろいろのものを読んでみることに心がけた。アウグスティヌスやライプニッツの名も挙げておきたい。何を最も多く読んだかと聞かれるなら、私は2年生の時のリポートにライプニッツについて書き、卒業論文は。批判哲学と歴史哲学という題でカントについて書いたので、この二人のものは比較的多く読んだと言えるであろう。 しかし何を特別に勉強したというほどのことはなく、ただ西田先生の後を追うて色々の本を読んだというのが、大学時代3年間における私の主な勉強であった。かようにして読んだ本のうちでも何か深く影響されたものがあるとすれば、それは新刊と派の哲学であった。しかしそれも、意識的にではなく、むしろ知らず知らずそういうことになっていたのである。 ある時の哲学会の例会で、私どもの先輩であった土田京孫氏が話をされた後で、私は質問をした。何の問題であったか記憶していないが、土田氏と私との議論になってしまい、なかなか終わりそうになかった。そこで土田氏が会に出ていられた西田先生を帰り見て、先生、どうですかと尋ねると、先生は、 君の考えは現象学のようなもので、幹の考えは新刊と派のようなもので、どちらが良いか難しい問題だという意味のことを答えられた。先生からそう言われて初めて私は自分の考えが新刊と派的であることに気づいて、いつの間にか深くその影響を受けていたのにむしろ驚いたことである。私がかように新刊と派の影響を受けたのは、 高等学校の時の読書会でビンデルバントを読んだことが素地をなしていたのであろうが、その時代の我が国の哲学の一般的傾向にも関係があったであろう。すでに言ったごとく私が大学に入学した大正6年は、西田先生の画期的な書物。自覚における直感と反省の現れた年であるが、やはりその年に桑木源翼先生の名著。 カントと現代の哲学が出ている。これはカント哲学への入門書として私の熱心に読んだ本であった。その前年には友永三十郎先生の名著、近世における、が、の自覚し、が出ている。私は一校にいてこの本を感激を持って読んだのであるが、その立場は新カント派である。 そしてやはり大正6年の暮れにはリッケルトの弟子であったソ田ダ・一郎先生の名著。経済哲学の諸問題が出ている。これも私には忘れられない本である。ソ田博士の影響によって、その頃から我が国の若い社会科学者、特に経済学者の間で哲学が流行し、誰もビンデル・バント、リッケルトの名を口にするようになった。 日本における新刊と派の前世時代であった。私は相田先生の本を読んで、哲学が広く他の諸科学に交渉を持たねばならぬことを考えるようになった。経済学者などの書くものに私が注意を向けるようになったのはその時以来のことである。当時そうした本で最も印象に残っているのは、小樽高等商業学校の教授で、 その際を惜しまれつつ若くして亡くなった大西猪之助氏の、囚われたる経済学である、後に宗田博士の圧戦で、大西猪之助経済学全集が出た時、私も求めて所蔵している。宗田先生は、私が大学院にいた頃、京都に講義に来られたことがあるが、その時初めて先生にお目にかかり、その学問に対する純粋な愛に深く打たれた。 その後、私はドイツに留学した時、リッケルト教授のゼミナールに出席し、ソーダ博士のリッケルト批評について報告したことがあるが、リッケルト教授もソーダ博士も共に喜ばれた。そんなことからソーダ先生とつながりができ、先生が亡くなられて後にも、先生の学弟子であった本田健造君と親しくしていたが、その本田君も前途を触目されつつ千年亡くなってしまったのは惜しいことである。 ところがまた私は、やはり先生の愛ナ弟子である杉村幸三君の隣に住み、親しく交わるようになったというのも、相田先生につながる因縁であろうか。9。京都大学の諸先生からはいずれも色々影響を受けたが、中にも私が入学したのと同じ年に畑野誠一先生が東京から宗教学の教授になって来られたのは、私にとって幸せなことであった。 先生の名は、西洋哲学史金目、スピノザ研究、キリスト教の起源などの著書を通じて知っていたが、その頃先生の思想も新官と派に近かったようである。先生は最もプロフェッサーらしいプロフェッサーであった。私は先生から歴史研究の重要なことについて深く教えられた。 また西洋哲学を勉強するにはそのいわば永遠の源泉であるギリシア哲学とキリスト教等をぜひ研究しなければならぬということを悟されたのも先生であった。その影響で私はギリシア語の勉強を始め、辞書と首引きでプラトンを読んだり、またキリスト教の文献に注意するようになった。これまでの自分を振り返ってみると、 私は考え方の上では西田先生の影響を最も強く受け、研究の方向においては畑野先生の影響を最も多く受けていることになるように思う。私の勉強が歴史哲学を中心とするようになったこと、あるいはアリストテレスなどの研究に興味を持つようになったこと、またパスカルなどについて書くようになったことは、その遠い原因は畑野先生の感化にあると言えるであろう。 2年生の時、田辺はじめ先生が東北から東京へ来られたことも、私の成長にとって重要なことである。ドイツ関連論の哲学について理解を深めることができたのは先生のおかげである。私は先生について自分の考えを鍛えていただいた。今は亡き深田康一先生からはさらに別の影響を受けた。 深田先生はケーベル博士の伝統を最も純粋に継がれた方で、私は先生において真の教養人に接することができた。その頃先生は特にフランスのものに興味を持たれていたらしく、お尋ねすると、テーヌとかアナトール・フランスとかジョルジュ・サンドとか、フロベールとか、ブリュン・ティエールとか、いろいろフランス人の話が出るのが常であった。その自分、 私の読書の範囲は主としてドイツの哲学書であって、広くフランスのものにまで手が巡らなかったが、フランスの文学や思想に象形を感じ、外国に留学した時にもパリに行くことを考えたのは、深田先生の感化によることである。私の青年時代は日本の文学や思想において自然主義に対する反動をもしくは自然主義の克服としてヒューマニズムが現れた時代であった。 私はその流れの中で成長したのである。このヒューマニズムというものの意味は広く、種々の形をとって現れた。そして私はそのすべてから多かれ少なかれ影響を受けた。それはまず教養という観念を作り出した。その方向において私は高等学校の時安部次郎氏の著書から影響されたが、大学時代になると、畑野先生や深田先生の講義、 特にその談話とその人格から大きな感化を受けた。両先生のお宅へはしばしば伺ったが、いつも親しくくつろいでいろいろ話していただくことができたのは私の学生生活における楽しい思い出である。次にこのヒューマニズムは一層宗教的な形をとって現れた。西田天皇氏の一等園の運動とか倉田百三氏の文学がそれである。 私もその影響を受けたが、私にとってはその影響は一時的であった。第三の方向は白樺派で、武者の工事種厚氏の新しい村の運動がある。私の友人でやはり京都の哲学科に来ていた一行出身の谷川哲造、日高大志郎学習院出身で美学を専攻していた園地金なるらは白樺派の人々に接近していたので、 私も誘われて新しい村の講演会を聞きに行ったこともある。武者の孔氏の文学は以前から好きで読んでいた。有島武雄氏がホイットマンをしきりに言われていたのもその頃で、有島氏はその自分京都の同志社大学に時々来て講義をされていた。谷川原に誘われて有島氏の宿を訪ねたこともある。私も一時は有島氏の熱心な読者であった。 やはり一校から来ていた織田秀とも白樺派に傾倒していた。有島市に接近していた人に、さらに一校から来て京都の経済家にいた八木沢善次があった。その頃有島市は次第に人道主義的社会主義に移りつつあったが、京都の経済家の川上はじめ博士は元の伊藤昌信氏の無害に熱中されたことがあるというが、 その頃はまだ人道主義的社会主義を多くでなかったようである。いずれにしてもヒューマニストの関心が社会問題に移っていったのは注目すべきことであった。第四に、このヒューマニズムの傾向は学級的な人々の間で、教養という観念から、文化という観念に変わり、文化主義などという言葉もできた。新幹都派の価値哲学、 文化哲学がその基礎になったのであって、桑木先生とか相田先生とかがその代表者であった。その頃、文化住宅とか、文化村とかいう、大正時代の一つの象徴である安価な文化主義が、哲学者たちの意図とは別に流行になっていた。思想の方面においてはヒューマニズムの流れはさらに別の方向をとって存在していた。 新刊と派が前世になる以前、広く流行したお意見、ベルグソンの、性の哲学がそれであったと見られるであろう。性の哲学の流れは新刊と派が流星を極めてからも我が国には根強く存在していたのであって、西田先生の哲学などもそれに属すると言えるであろう。私自身はその頃どちらかというと学級派であった。お意見、 ベルグソン時代にも私はその県外に立っていた。しかし私は西田先生の影響を通じて生の哲学につながっていた。ベルグソンは学校の演習で西田先生から創造的進化を習ったのをはじめ、その著書を読んだが、お意見のものはほとんど何も読まないでしまった。ベルグソンの面白さは近年になってわかるようになったが、 お意見はその後もほとんど読まず、読み始めても中途でやめてしまった。人高か,から京都へ来た私の友人には、谷川哲造、林達夫、小田秀人など、文学派が多かった。もっとも林は少し違っていて、深田先生や畑野先生らの教養を理想としていたようであったが、谷川や小田は思想的にも正の哲学に属していて、私もある程度それに影響された。 大学三年生の時、私は一年近くかなり熱心に歌を作ったことがある。聖の哲学の方面で私が最もよく読んだのはジンメルであった。彼の哲学が文化哲学や歴史哲学に最も多く触れているためであった。十、大正九年、大学を出ると、私は大学院に席を置いた。私の研究のテーマは歴史哲学であった。 元来私は歴史は好きであったが、その頃ちょうど日本の歴史学にも活発な動きが認められ、私の研究もそれに刺激された。この動きは私の目には二つの方向に現れた。その一つはいわゆる政治史から文化史への動きである。ドイツの史学界で盛んに戦わされた。政治史か文化史か、という議論は日本にも移され、 歴史の新しい方向及び方法として、政治史に対する文化史が主張された。中にも和辻哲郎氏の活動が私ども一般の青年には際立って見えた。ランプレヒトの近代歴史学が和辻氏によって翻訳されて現れた。それは私の卒業の前年の晩秋のことで、自動車事故のため松山病院というのに入院していたとき、 見舞いに来てくださった田辺はじめ先生からその新刊の本をいただいたので、私は今でもよく記憶している。和辻氏の著書、古事巡礼、大正8年、や、日本古代文化、大正9年、は新鮮な印象によって広く読まれたが、私も興味深く感じた。 しかしその頃京都大学で内田銀蔵先生が専門家として日本経済史その他の方面で立派な仕事をしていられたのにあまり注意しないでいたことを私は後悔している。第二の動きは世界史への方向である。これは私には一層影響の多いものであった。特に坂口すばる先生の世界におけるギリシア文明の潮流 大正6年は私にとって忘れがたい書物である。先生の外観世界史長が出た時、私は哲学研究に紹介を書いたのを覚えている。大学院の学生として先生のルネッサンス時代のイタリア史の講義を聞いたことも一つの思い出である。私はまた旗の聖一先生から世界史的な見方について多くを学んだ。 当時、京大の門下には内田先生や坂口先生のほか、内藤コナン、原克郎、三浦博之らの諸先生がいられて、まさに私学科の前世時代であった。自分の専攻していた学科にもよるが、坂口先生以外、直接について学ぶことをしなかったのは、惜しいことであったと思う。近来それら諸先生の著書を紐解く機会のあるたびにその感を深くするのである。 その頃日本の哲学界においても次第に歴史哲学の問題が関心され始めていた。これは主としてビンデル・バント、リッケルトラの新官と派の影響によるものである。したがって当時歴史哲学として問題にされたのは、主として歴史的認識に関する方法論、認識論の形式的論理的問題であって、 ヘーゲルが考えたような世界史の哲学としての内容的な歴史哲学ではなかった。ディルタイの仕事の意味なども、まだ一般には十分に認識されてはいなかった。私も新刊と派に導かれて歴史哲学の研究に入ったのである。ビンデルバントの、プレルーディエン、リッケルトの、自然科学的概念構成の限界、や、 文化科学と自然科学などから始めてジンメルの歴史哲学の諸問題等また取れる地のやがて歴史主義とその諸問題に収められた論文を雑誌で探して勉強した特に取れる地のものが身になったように思うその自分メイリスの歴史哲学教科書が評判になって読みたいと思い学校の研究室へ借りに行ったが いつも誰かがすでに借り出していて見ることができず、だいぶ経ってから、外国に注文しておいたのがやっと手に入って、読んでみるとそのつまらないのにがっかりしたことがある。評判の本が必ずしも良いとは限らない一つの例である。評判になるというにはいろいろ理由があるので、内容の質にばかり寄らないのである。ディルタイの、精神科学概論も読んでみたいと思いながら、 絶版になっていて、なかなか見ることのできなかった本であった。後にドイツに留学したとき、ベルリンで初めて本屋を覗いたとき、この本の審判が出ているのを見つけて無償に嬉しくなり、ホテルの一室で読みふけったことを今思い出すのである。歴史家の書物では、その自分、ランプレヒト、ブルクハルト、ランケなどの書長を紐解いた。日本における新刊と主義は、 日本の社会の現実の事情にふさわして特殊な性質のものであった。純粋な新刊と派と言えるのは、経済学者で哲学者そして銀行家であった宗田喜一郎先生くらいであろう。その他の奥脇原欲、友永三十郎の両先生を純粋な新刊と主義者に加えるであろうか。一般には、 新カンと派を通じてカントに帰ることによって同時にカント以後のいわゆるドイツローマン主義の哲学に結びつくという傾向が濃厚であった。言い換えると、新カンと派の認識論的立場に止まらないで刑事上学に行くという傾向が非常に根強く存在していたのである。これは、社会的に見ると、 日本においては資本主義とか自由主義とかが純粋に発達しなかったと言われる事情に相応すると考えることができるであろう。ともかく私自身、歴史哲学の研究においても、新幹都派から出発して、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルなどのドイツローマン主義の哲学に進んでいった。シェリングの哲学には特別の親しみを感じていた。シュライエルマッヘルの 宗教的講演や、独語録は感激を持って読んだ。そこに青春のローマン的心情の満足を求めようとしたということもあったであろう。しかしその頃、私が学園で平和な生活を送っている間に、外の社会では大きな変動が始まっていた。あの第一次世界戦争を機会として日本の資本主義は著しい発展を遂げたが、 私の大学を卒業した大正9年は、それが未曾有の大教皇に見舞われた年として記憶される年である。このような変化に応じて思想界にも種々新しい現象が現れた。大正7年の末、東大には新人会という団体ができた。改造。すでにこの名が当時の社会にとって象徴的である。 が創刊されたのは大正8年のことであったと思う。同じ年にまた長谷川乳世館、大山育夫氏らの、我らが創刊されている、主として、中央公論によった吉野作造博士の活動が注目された。これらの雑誌は私も毎月見ていたので、ある大きな波の動きが私にもひしひし感じられた。京都はまだ比較的静かであったが、 貧乏物語で有名になられた川上はじめ博士が次第に学生たちの注意を集めていた。このような動きに対して私は無関心ではなかったが、その中に入ってゆく気は生じなかった。また一等園や、新しい村の運動にも十分に興味が持てなかった。私はなお数年間、いわば嵐の前の静かな時を過ごしたのである。 当時私は古典派ないし教養派であり、ギリシア悲劇などしきりに読んでいた。ブロートの、ギリシア詩を紐解き、ブルクハルトの、イタリア文芸復興期の文化を読み、ダンテとかリオナルド・ダ・ヴィンチとかに心を惹かれていた。そういう点で私は林達夫と最も馬があった。 京都時代を通じて文学書のうち私の最も熱心に読んだのは歌であったであろう。その頃有島武雄氏らの影響でホイットマンが流行していたが、草の葉は私にも忘れられない詩集である。ベルレーヌ・ボードレール、ベルアーランなど、ゲーテやハイネなど、皆好きであったが、私の特に愛したのはジャムであった。日本の詩人では、 白樺派の影響もあったであろう。千家元丸が好きであった。先だって東北へ旅行した時、改造文庫の、千家元丸刺繍を車中に携え、車の音などという歌を読んで、あの頃のことを懐かしく思い起こした。宗教書はいつも何か読んでいたが、当時最も深い感銘を受けたのは、フランチェスコの、小さき花である、 夜源泉のフランチェスコ殿を訳した久保正雄氏。天瑞氏の霊帝。が東京から京都の大学院へ移ってきて、私たちの仲間に加わったが、その久保氏もすでに泣き人である。大学を卒業すると同時に私は下鴨から北白川に下宿を変えた。その北白川の下宿に、その頃、 改造の特派員として京都に滞在していた浜本講子がよく訪ねてきた。雑誌に原稿を書けということであったらしかったが、私は貧乏をしていたけれども、そのような気持ちはなく、浜本氏も強いて主張しなかった。原稿を書いて線にするというような考えは私にはなかったが、これは私ばかりでなく、あの頃の学徒は大抵そうであったので、 近頃とは世の中も青年学との考え方もよほど違っていた。北白川の下宿に訪ねてきた人で忘れられないのは三つち構造。中蔵氏の霊則、である。三つは非常な秀才で、人間としてもなかなか変わっていて、私はその将来の恐るべきことを感じた。その三つが後に大村書店から出た。 講座という雑誌にケルケゴール論を書いたきりで自殺してしまったのは惜しいことであった。すでに行ったごとく、東京では新しい時代が活発に動いていたが、京都はまだどこかのんびりしたところがあった。ベートーベン通りをもって認じていた久保氏が来てから、私たちの仲間では音楽を語ることが盛んになった。日高大志郎くんなども非常なベートーベン崇拝者であった。 そうした影響で、私はロマン・ローランの、ベートーベンを読んでこの作家に親しむようになり、その、ミケランジェロやトルストイを読み、さらに、ジャン・クリストフに手をつけた。ベートーベンで思い出すのは、ハイデルベルクの初めの下宿の主婦がドイツ語の勉強のために紹介してくれたドクトル。その名は忘れてしまった。がまたベートーベン研究の専門家で、 ドイツ語の稽古にベートーベンの文章を使用するという、いささか無法なことをするほどベートーベンに熱中していたことである。しかしそのおかげで買ったベートーベンの手紙や文章、同時代人の記録を編集したアルベルト・ライツマンの2巻の、ベートーベンは、今も私は愛憎している。ベルリオーズの書簡なども、久保氏の勧めで当時面白く読んだものである。 久保氏は私たちの仲間で博識家として知られていたが、私がフランスの書物を多く読むようになったのは、深田康和先生とこの久保氏との影響であった。あの頃読んだもので特に思い出すのはポールグゼルの録したロダンの言葉である。後に総文学から高村光太郎氏の変訳で、ロダンの言葉、俗ロダンの言葉、が出たとき、 私は早速求めたが、当時を思い出したためである。フロベールの書簡は、深田先生が、お尋ねすると、いつも面白いと話されるので、私も読んでみたが、なるほど面白かった。深田先生はまた、アナトール・フランスが好きであったようで、お尋ねするとやはりその話がよく出たものである。その頃私の見たのは、エピクロスのその位であったが、 後にパリの下宿で一時アナトール・フランスのものばかり読みふけったことがあるのは、深田先生の話がいつか私の頭に染みていたせいもあるであろう。その下宿は知らずしてアナトール・フランスの家の近くにあったが、ちょうど私のパリにいた時に彼は死んで、私は安倍義重氏と一緒にその葬式に行った。何かの因縁というものであろうか。そういうわけで、 今は亡き深田先生のことを思い出す場合、アナトール・フランスを連想することが多いのである。私の生涯にもやがて新しい変化が来た。学校を出てから2年間、大谷大学、ついでまた留国大学で哲学の講師をしていた私は、外国へ旅立ったのである。11. 外国で暮らした3年間は、 私のこれまでの生涯において最も多く読書した時期であった。その間、私はあまり旅行もしないで、ほとんど本を相手に生活した。留学は私にとって学生生活、下宿生活の延長に過ぎなかった。幸いなことに、この言葉はここでは少し妙な意味を持っている。私はまた当時思う存分に本を買うことができた。 ドイツにおけるあの歴史的なインフレーションのおかげで私たちは思いがけなく一時千番長者の経験をすることができたのである。先日も私はラテナウの、現代の批判という本を読みながら初めてドイツに入った日のことを思い起こした。マルセイユからスイスを通り、途中ジュネーブを見物してドイツに入ったその日、 私たちは記者の中で見た新聞によってラテナウが暗殺されたことを知ったのである。私たちというのは船の中で知り合った四五人の仲間で、その中にはブルーノ・タウト氏の弟子となった若い建築家上野伊三郎がいた。上野の名は岩波新書の、日本美の再発見、におけるタウト氏の文章の中に出てくるから読者の中には記憶されている方もあろう。 今手元にあるヘルデルの百科辞書を開いてみると、ラテナウは1922年6月24日ベルリンで、ユダヤ人並びに ERF 外事ラングスポリティカー、ベルサイユ条約利口主義の政治家という意味、として国民社会主義の行動派によって暗殺された、とある。ラテナウ暗殺事件以来マルクは急速に下落を始め、 数日後にはすでに英会1ポンドが1000マルク以上になった。やがてそれが1万マルク、100万マルク、1000万マルクとなり、ついには1兆マルクになるというようなありさまで、日本から来た貧乏書生の私なども、5ポンドも銀行で買えるとポケットに入れきれないほどの紙幣をくれるのでまっぺ、カバン、を持ってゆかねばならないというような状態であった。 ハイデルベルク大学の前にワイスという本屋がある。講義を聞いての帰り、私はよくハニゴローと一緒にその本屋によって本を漁った。それは私ども外国人にとっては天国の時代であったが、逆にドイツ人自身にとっては地獄の時代であったのである。その頃ドイツには日本からの留学生が非常に多くいた。 私の最も親しくなったのはハニであったが、私と同時にあるいは前後して、ハイデルベルクにいて知り合った人々には、大内兵衛、北貝地吉、き糸井康行、死はついにハイデルベルクで亡くなった、石原県、車さめ像、帯藩寺、鈴木宗忠、安倍次郎、ナルセム局、天野亭友、久喜修造、藤田慶造、国将軍、王海秀英、等々の書士がある。 私がハイデルベルクに行ったのは、この葉の人々の書物を比較的多く読んでいたためであり、リッケルト教授についてさらに勉強するためであった。リッケルト教授はハイデルベルクの哲学を代表し、その講義はかつてヘーゲルが、クーノオフィシェルが、ビンデルバントが講義したことがあるという由緒のある薄暗い教室で行われた。リッケルトに、ドイツ哲学におけるハイデルベルクの伝統、 1931年という講演の出版されたものがある。リッケルト教授には自分の家を離れると不安を感じるという一種の神経性の病気。学生たちは確かプラッツアングストと称していた。があるということで、大学へはいつも夫人と書生のようにしていたアウグスト・ファウスト氏とが付き添って馬車で来られた。 私は教授の著書はすでに全部読んでいたので、その講義からはあまり新しいものは得られなかったが、この老教授の風貌に接することは哲学というものの伝統に接することのように思われて楽しかった。リッケルト教授のゼミナールは自宅で行われた。私はそのゼミナールで総田喜一郎先生のリッケルト批評について報告したが、 教授もソう先生のことはよく記憶しておられたので嬉しそうであった。タイプライターで打ってもらっておいたその報告を今は失ってしまったのは残念なことに思う。リッケルト教授のゼミナールにはいつもマックス・ウェーベル夫人が出席していられたが、その時のゼミナールの台本として用いられたのはちょうど新たに出版されたウェーベルの科学論論集であった。 ハイデルベルクにいた一年余りの間に私が最もよく勉強したのはマックス・ウェーベルとエーミル・ラスクと出会った。ラスクの弟子でその著作集の編纂者であり、後には日本へ来て東北大学で教鞭を取り、日本の休日という本を土産にして今はドイツに帰っているオイゲンヘ・リーゲル氏から私はラスクの哲学を学んだ。私がハイデルベルクにいたとき、 死は初めて講師となって教団に立ったが、前の対戦。この戦争においてラスクは倒れたのである。に十分したという死の顔には深い陰影があった。私はヘリー・ゲル氏のゼミナールでボルツァーノについて報告した。この報告はやがて筆を加えて、思想に発表した。その自分ボルツァーノの本は絶版になっていて手に入らなかったので、 私はリッケルト教授の宅に保管されていたラスクの文庫からその本を借り出して勉強したことを覚えている。ヘリー・ゲル氏はその頃ハイデルベルクにいた哲学研究の日本人留学生の中心であった。市を中心として大会市や北市の下宿で読書会が開かれていたが、私も常に出席した。かようにしてヘリー・ゲル氏に読んでもらった本の中に、ヘルデルリンの ヒュペリオンがある。ヘルデルリンはあの大戦後ドイツの青年たちの間に非常な勢いで流行していたのである。しかし私が当時彼らの精神的雰囲気を作っていたヘルデルリンをはじめ、ニーチェ、ケルケゴール、ドストエフスキーなどに深い共感を持って読み吹けるようになったのは、マールブルク大学に移ってハイデッケル教授について学ぶようになってからのことである。 ハイデッケルの哲学はそのような、戦後不安の表現であった。その後ハイデッケルは、ヘルデルリンに基づいて文学を論じている。ヘルデルリンと歌の本質、1936年。ハイデルベルクにいた頃、私は日本を出てまだ間もないことで、京都以来の論理主義を離れず、カントやゲーテのドイツ以外のドイツを深く理解することができなかった。 ハイデルベルクにはリッケルト教授と並んでヤスペルス教授がいて、ニーチェやケルケゴールを講義していたが、私は2、3度出席してみただけであった。リッケルトがヤスペルスなどを批判している。性の哲学、第2半1922年を読んで別に共鳴したわけでもなかったが、ヤスペルスの。世界観の心理学、第2半1922年。 を読んでもその面白さはわからなかった。ヤスペルスの哲学の面白さを教えられたのも、やはりマールブルクへ行ってからのことである。要するに私のハイデルベルク時代は哲学的には京都時代の延長であった。私の集めた本にも論理学や方法論に関するものが多かった。ハイデルベルクの教授でその講義を聞いたのは、 リッケルトの他にエルンスト・ホフマン教授である。哲学以外では、グンドルフの講義に数回出てみたことがある。ホフマン教授はディールスの弟子で、プラトン研究家として知られていた。私はホフマン教授の論文を訳して、思想に載せたことがある。当時ドイツのインテリゲンチャはインフレーションのために生活が急迫していたので、 いくらかでも原稿量が入ればよかろうと思って、私はその論文を教授に依頼したのであった。そんな状態であったので若いドクトル連中はみんな喜んで日本人のために個人教授をした。ヘリー・ゲル氏の場合もそうであったが、同じように私が本を一緒に読んでもらった人に、後にやはり日本へ来て大阪高等学校で教鞭をとっているシンチン・ゲル氏がいる。 死はカッシーレルのところからハイデルベルクに移ってきたということであったが、確かホフマン教授の紹介で、私はプラトンを読んでもらった。さらにヘーゲル全集を出してその名が広く知られるようになったヘルマン・ブロックネル氏がある。死はその頃リッケルと教授のところに下宿していたようであった。私はハニと一緒に死からヘーゲルの、精神現象学を読んでもらった。 やはりハニと一緒に講義をしてもらった人に代わるマンハイム氏がある。マンハイム氏は後に日本へ来て東大の経済学部で教えたことのあるレーデレル教授の仕事を手伝っていた。この人がやがて、イデオロギーとウトピーという著述によって知識社会学の方面において有名になった。私はこの人から初めてマックス・シェーレルの知識社会学の話を聞いたのであるが、 当時その重要性を理解することができなかった。マンハイム氏などの仕事に私が興味を持つようになったのは日本へ帰ってきてからのことである。あのドイツにおけるユダヤ人の追放の事件を初めて知った時、私は真っ先に思い起こしたのはマンハイム氏のことであった。その他私が本を読んでもらった人に、その時。 現象学と宗教という論文で講師の地位を得たウィンクレル氏がある。氏はオベルミンの弟子であった。このようにして私たちは若い学者をいわば家庭教師にして勉強することができた。これも全くインフレーションのおかげであった。ドイツ人の不幸は私ども留学生の幸福であった。今日我が国においてインフレーションの危険の語られるのを聞くたびに、 私はあの頃のことを考え、当時のドイツのインテリゲンチャの表情をまざまざと思い浮かべるのである。12、私の書斎には今マ,マールブルクの街を描いた小さいエッチングがかかっている。これはそこのある大学生が内職に作って売っていたのを求めてきたのであるが、当時のドイツの学生の多くがどのような経済状態にあったかを思い起こさせる材料である。 ハイデルベルクで一年を過ごした私は、マールブルクへ行った。あの関東大震災を大きく取り扱った新聞記事に驚かされた時には、私はまだハイデルベルクにいた。その日安倍次郎氏を訪ねて、そのことについていろいろ話したのを覚えている。ハイデルベルクで知り合った誰彼に別れて、私はマールブルクへ行った。 この小さい町で多分一人で暮らさねばならないだろうと思って出かけたが、ここでも私は日本から来た留学生の誰彼を見出した。当時はそのようにドイツの大抵の大学長には日本人留学生が多数にいたのである。マールブルクで知った人々には、大谷大学の鈴木博士、立正大学の森屋環境士、九州大学の忍宮金野氏、 今は文部省にいる長屋喜一くんがあり、山下徳次くんが来た。その頃マールブルクへ行った人々は、哲学の方面ではニコライ・ハルトマンとハイデッケル、宗教学の方面ではオットを学ざしていた。森や氏や鈴木氏は、聖なるものの著者として世界的に有名になったオット教授を中心としていられたようであり、篠宮氏や長屋くんはハルトマン教授を目的としていられたようであり、 私自身はハイデッケル教授を目標としていた。というのは、ちょうど私がマールブルクへ行った学期に、ハイデッケル教授はフライブルクからマールブルクへ招聘されたので、私は主として死について学ぶためにハイデルベルクから転学したのであった。教育学の研究を目的としていた山下くんはナトルプ教授や演習教授についていた。 私はナトルプの著書は京都にいた頃いくつか読んで敬意を払っていたが、その講義には山下くんに誘われて2、3度出てみたきりであった。その時の講義はやがて、実践哲学講義として出版されたものと同じ内容であったように記憶する。ナトルプ教授の蔵書が成城高等学校に所蔵されるようになったのは山下くんの圧戦によるものである。 私が大切にしているデカルトの肖像も、元ナトルプ教授に属していたもので、ある関係から私の手に渡ったものである。マールブルクに落ち着くと、私はすぐハイデッケル教授を訪ねた。その時のことについては、かつて、ハイデッケル教授の思い出、という短文の中で書いておいた。この訪問において私はアリストテレスの研究を進められ、 ガダマルというドクトルを紹介された。こうして私はガダマル氏の家に通ってアリストテレスを読んでもらうことになった。それは、片面上学と、ニコマコス倫理学との中からであった。ハイデッケル教授のゼミナールでもアリストテレスの、自然学がテキストに用いられた。なおそのゼミナールで使われた他の書物はフッサールの、論理学研究であった。 教授はフッサールの著書ではこの書物を、純粋現象学及び現象学的哲学考案よりも重んじていられたようである。これは、一つの思想をその根源的な発言における関心から解釈しようとする教授の哲学的方法に基づくものである。そんなわけで、私はまた教授の紹介でレイビット氏の家に通って、フッサールの 論理学研究を講釈してもらった。レイビット氏は、後にマールブルク大学の講師となったが、ユダヤ人であるというので危険を感じ、日本に来て東北大学で教えていたが、ロックフェラー財団の援助によって、日米間の緊張を予感しつつこの春アメリカへ渡ってしまった。氏はそれ以前にやはりロックフェラー基金によってイタリアへ行っていたことがある。 レイビット氏と同じ家に住んでいた青年マルセール君というのがあった。どこで覚えてきたのか、某知っていて、私にたびたび相手を命じた。良い若者であった。マルセール君もやはり今はニューヨークにいるそうである。今日の国際情勢を眺めて、私はよくこの二人の運命について考えさせられるのである。ハイデッケル教授は、その講義の時にも、 その演習の時間においても、哲学の古典的著作を抱えてきて、そのテキストのある部分を解釈するというのが常であった。それにデカルトがあり、カントがあり、アウグスティヌスやトマスなどがあった。私の聞いた講義の中では特にデカルトの、生殺録がよく取り扱い割れた。そのために私もこの本を精読することができた。 アウグスティヌスの面白さは西田先生から聞かされていたが、ハイデッケル教授の講義によって興味をそそられ、私もその哲学的論文をラテン語の辞書を頼りに読んでいた。それを知って、下宿していた家の主人が私のためにアウグスティヌスの告白録を一緒に読んでくれた。私は牧師の家に下宿していたのである。ティンメという人で、2、3の著書もあり、 ルーマニアあたりまで講衆に出かけるということであった。どういうものか私は宗教に縁があって、ハイデルベルクでは石原健氏の後を継いで、連目という老教授の家に下宿していた。アウグスティヌスを少し深く勉強してみたいと思って、その頃パリに移っていられたオビハンジ氏に頼んで、ミーニュ版の中の三民一体論などを送ってもらったこともある。 考えてみると、マールブルクにいた間は、意識してやったことではないが、これまで私の最も多くキリスト教的著作を紐解いた時であった。ティンメイ一家はハイレル一家と親しく、自然ハイレル教授の話の出るのを聞くことが多く、私もすでに京都にいた時、旗の先生から教授の著書について教えられていたので、教授の、カトリチスムス、とか、祈祷とかを読んでみた。 ハイデッケル教授の時間に学生に混じっていつも講義を聞いている足の悪い一人の紳士があった。あれがブルトマンだと学生の一人が私に教えてくれた。ブルトマン教授は思想的には弁償法的進学とつながりを持っているが、ハイデッケルの哲学にはまたこのものに通ずるところがある。ビッコを弾きながら教室へ入ってきて、 熱心に同僚の講義を聞いているブルトマン教授の面影が今の私の目に浮かんでくる。その後出版された教授のイエスという書物を私は深い感銘を持って読んだ。事実、これは小さな本ではあるが、優れたものであると思う。ハイデッケル教授やレイビット氏の話を聞いて、私は弁償法的進学に興味を持つようになり、バルトの ロマ書とか、神の言葉と神学などを紐解くようになった。もちろん、夫教授の、聖なるものも読んでみた。その頃教授はやがて、西、東神秘主義となって現れたような問題を考えておられ、仏教に関心を持っておられたということにもよるのであろう。日本の留学生が好きで、自宅に招いてお茶の会を開かれたりした。 私はまた時々夫教授に誘われて、ラーン川の向かうの小高い丘を一緒に散歩したことがある。哲学の方面では、ハイデッケル教授の他に、ニコライ・ハルトマン教授の講義に出席した。教授もアリストテレスに興味を持っておられて、一度お尋ねしたとき、しきりにその話をされた。私が出たゼミナールで使われたのはカントの。純粋理性批判。 とヘーゲルの論理学と出会った教授の認識の形上学は主観主義の哲学から入ってラスクの研究によって次第に客観主義に傾きつつあった自分の私には非常に新鮮で面白く感じられたがハイデッケルの影響を強く受けるようになってからハルトマン教授の立場にはあまり興味が持てなくなった マールブルクでは私はほとんど純粋にハイデッケル教授の影響を受け入れたと言って良いであろう。しかしその後ハルトマンの倫理学が出たとき、私はこれを読んで再び教授の思想に対する興味を取り戻すことができた。マールブルクにいる間、そしてその後も時々文通によって私の読書を指導してくれたのはレイビット氏であった。 私は宇治によって単に哲学のみでなく、広くドイツ精神史の中に導き入れられた。ディルタイとか、さらに遡ってシュレーゲルやフンボルトなどに対して私の目を開いてくれたのはレイビット氏であった。特に氏によって私は当時の多くのドイツの青年を捉えていたあの不安の哲学とか不安の文学の中へ連れて行かれた。私もニーチェやケルケゴールなどを愛読するようになり、 ことにドストエフスキーの小説を単独した。その頃のドイツは全く精神的不安の時期であった。ヘルデルリンが流行するかと思うと、一方ではガンディーなどが迎えられていた。また学生の間でも右翼と左翼との色彩がはっきり分かれ、私どもでさえ外部からそれを見分けることができた。 ハイデッケル教授の哲学そのものも可用な不安の一つの表現であると考えることができるであろう。教授の哲学はニーチェ、ケルケゴール、ヘルデルリンダの流行の雰囲気の中から生まれたものであり、そこにそれが青年学生の間で非常な人気を集めた理由がある。レイビット氏もその自分デンマーク語を勉強して原点でケルケゴールの研究を始めていた。 ヤスペルスやマックス・シェーレルなどを読むことを私に勧めてくれたのも死であった。死はハイデッゲル教授と親しく、いわば教授の哲学の材料を材料のままでいろいろ見せてくれたのである。こういう教師というものは実にありがたいものである。13、マールブルクはドイツの田舎の小さい大学長の一つの典型である。それは山の裾からを開いて作られた町で、 その裾にはラーン川が流れ、川の向かうには丘が続き、森が開かれている。私はよくこの丘や森の中を散歩した。街にはほとんど見るものがなかった。劇場が一つあって、時々映画などを見せていたようであるが、私はついに行かないでしまった。蝶はいつも静かで、落ち着いていた。 ここで暮らした一年間はまた私のこれまでの一生のうち最も静かな、落ち着いていた時期であった。予定した滞在の期限が切れても、私はなかなか去りがたい思いであった。どうしようかと迷っていた時、私の心の中によみがえってきたのは、深田先生などによって与えられていたフランス文化に対する憧れである。 マールブルクにフランス語の会話を教える夫人があるということを聞いて、パリへ出る準備のために、1ヶ月ばかり通った。私のフランス語はほとんど独学であった。高等学校の時代、行政で朝7時から8時までフランス語の講習をしているのを知って本郷の寄宿寮から通ったこともあるが、何分8時から始まる学校の授業に対して無理をしなければならぬことなので、長くは続かなかった。 独学でどうにか本だけは読めるようになったが、日常の会話にはさっぱり自信がなかったのである。私はマールブルクからパリへ行くことに決めた。その時私の手元にはアンドレ・ジードの小説が数冊あった。これはその年のハルウィーンに旅行した時、偶然に買ってきたものである。その頃ウィーンには上野イサブローがいて、しばらく滞在している間に、 私はいつものように本屋を歩き回ったが、まず目に留まったのは、フランスの本を置いている店があるということであった。これはドイツでは見なかったことである。ウィーンはフランス文化の影響を多く受けていた。久しぶりでフランス書を見るのが懐かしくて店へ入って行くとジードのものがたくさん置いてあるのが目についた。ドイツ書ではドストエフスキーの毒薬本の多いことが注意を引いた。 考えてみると、その自分のオーストリアにおいてもまたいわゆる不安の文学が流行していたのである。私はその頃、恥ずかしい話だが、アンドレ・ジードの何者であるかを知らなかった。ともかく彼の本がたくさん並べてあるところを見ると、重要な流行作家に違いなかろうと考えて、そのいくさつかを求めてカバンの中に入れた。ウィーンからの記者の中で、私は初めて彼の、 インモラリストを紐解き、何か全く新しいものに接した気がした。マールブルクに帰ってきて、レイビット氏にその話をすると、この白識なドクトルはジードについていろいろ話してくれた。その時氏からドイツにおける最も優れたフランス研究家として教えられた名にエルンスト・クルチウスがある。クルチウスの新著の、バルザックをぜひ読めと勧められたので、 買って読んでみると、なるほど面白かった。その後さらにクルチウスの、新ヨーロッパにおけるフランス精神という本を見る機会があったが、これも良い本であったように思う。パリにいた小林一太郎くんに下宿の世話を頼んでおいて、ケルンを通ってパリへ出たのは秋の初めであった。小林くんは私と同様京都の哲学家の出身なのでかねて知っていたが、 現在は大阪の美術館にいて、品美術の研究を専門にしている。最初パリには長く滞在するつもりでなかった。すでに2ヶ年半をドイツで過ごしていたので、パリには3、4ヶ月もいて、そろそろ帰国の支度をしなければならないだろうと考えていた。それがとうとう1ヶ年の滞在になってしまった。大都会というものは孤独なものである。 孤独を求めるなら大都会の真ん中である。パリの街ではいつも多くの日本人を見た。しかし私が親しくしたのは小林くんくらいのもので、それも下宿が離れていたため頻繁には会わなかった。その他パリで初めて知り合った友人といえば芹沢光二郎くんくらいのものである。もっともパリはヨーロッパへ行った者が一度は訪ねるところなので、偶然出会った人は多く、 斎藤茂吉氏とか板垣隆保君などの長居間記憶に蘇ってくる。エトワルの近くにあった私の下宿は一時、安倍義重氏や早見孝先生の下宿になったこともある。慶城大学に法文学部ができた頃で、そこの教授に任ぜられた人々が要校した時代であったのである。私の下宿にいられた間、安倍さんはしきりにお意見の。大思想家の人生観。 の解約をやっていられたことを思い出す。船の中で片付けるつもりであったのができなかったから、ということであった。はじめは長く滞在するつもりでなかったので、私は今度は大学に席を置かなかった。パリ見物の傍ら、私は小学校の女の先生を頼んでフランス語の日曜会話の勉強を続けた。耳の練習に少し自信ができたので、 これも見物の一つのつもりでソルボンヌの公開講義に出かけて、哲学者のブランシュビク教授を数回聞いたことがある。私がテーヌをしきりに読んだのはその頃のことである。ほう、テーヌを読んでいるのかと教えに来た女の先生に驚かれたものだ。どうして特にテーヌを読んだかというと、京都時代に主として勉強した歴史哲学の影響である。 ハイデルベルクにいた時にもハニに会うとよくテーヌの話が出たように思う。またアナトール・フランスの小説が面白くてその頃しきりに読んだことは、すでに書いた通りである。ジードにしても、アナトール・フランスにしても、フランスの作家の中で外国人好きのする作家であると言えないであろうか。作家のうちには本国においてよりも外国においてはるかに好まれる種類の人があるのである。 パリの下宿で他に私が愛読したものといえば、ルナンであったであろうか。そうしているうちに私はふとパスカルを手にした。パスカルのものは以前レクラム版の毒薬で、パンセを読んだ記憶が残っているくらいであった。ところが今度はこの書は私を捉えて話さなかった。パンセについて考えているうちに、 ハイデッケル教授から習った学問が生きてくるように感じた。そうだ、フランスのモラリストを研究してみようと私は思い立ち、まずパスカルの全集、モンテーニュの、エセイ、ラブリュイエールの、カラクテール、トートーを集め始めた、ビネの、16、7世紀のモラリストを読んで、いろいろ刺激を受けた。私の関心の中心はやはりパスカルであった。 そうだ、パスカルについて書いてみようと私は思い立ったのである。マールブルクにおけるケルケゴール、ニーチェ、ドストイエフスキー、バルト、アウグスティヌス、トートーの読書が今は生きてくるように感じた。ストロースキーの、パスカル、ブトルーの、パスカル、トートーの文献を集めて読み始めた。パンセ、は私の陳騰の書となった。 夜更けて静かにこの書を読んでいると、言い知れぬ孤独と赤粒の中にあって、一人でに涙が流れてくることもしばしばあった。原稿用紙を持っていなかったので、養鶏誌に向かって私はまず、パスカルにおける人間の分析という論文を書いた。かようなものが哲学の論文として受け取られるかどうかについて不安を感じながら、私はそれを、思想に送った。 そしてさらに続けて私のパスカル論を書いていった。こうして出来上がったのが、パスカルにおける人間の研究であり、大正15年に私の諸女作として出版されるようになった。その中の最後の数秋は、日本へ帰ってきてから京都で書いたものであるが、他の部分はパリの下宿でできたものである。私の諸女作出版は失敗であった。 当時岩波書店の卸部にいた坂口坂井君が後に私に話したところによると、あの自分岩波の本で小売屋に出してあんなに多くの返品があった本はないということである。それは当然であった。私は元より無名の書生であったし、パスカルといえば専門家を除き一般の読者においては中学校の数学の時間にパスカルの定理というものを習った記憶があるだけで、そのパスカルと、 人間の研究。こういう言葉も当時の読者には全く親しみのないものであったであろう。との間にどのような関係があるのか理解できないことであった。そしてそれはまた当然であるのだ。パスカルというのはそのように不思議な存在なのである。もちろん、現在では事情が変わっている。パンセをはじめパスカルのいくつかの作品が翻訳され、広く読まれている。 私のパスカルもその後徐々に読者を見出すようになり、今も版を重ねている。出来不出来は別として、諸女作の出版というものは著述家にとって常に懐かしい思い出である。パスカルやモンテーニュから入って、私はフランス哲学に対して次第に深い興味を持つようになった。それも遡ると、西田先生の著書や講義でメーヌ・ドゥビランなどという、 当時我が国ではあまり知られていなかった哲学者のことを知らされて、未知のものに対する憧れを感じたことに由来するであろう。私はいつも未知のものに対して憧れてきた。マールブルクからパリへ、長らく考え慣れたドイツ哲学の土地を離れて出てきたのも、未知のものに対する憧れからであった。 西田先生は近年ことによくフランス哲学の研究を人に勧められていたようである。パスカルについて書いているうちに、次に書いてみたいと考えたのはデカルトであった。その自分シュバリエの、パスカル、および、デカルトを読んで、その明晰な叙述から利益を受けたが、それに影響されたというものであろうか。この次はデカルトについて書くとたびたび友人に話し、 一度は私のデカルト研究というものの予告が諸子の広告にも出たくらいであるが、未だに実現しないでいるのは恥ずかしいことである。今度、文学界にデカルト覚書きの連載を始めたのも、いつまで続けられるかわからないことではあるが、せめて当座の埋め合わせにしたいためである。 パリの下宿で書いていた夢をすぐに実現するにしては全く違った事情がやがて帰ってきた日本においては存在していたのである。しかしマールブルク以来私の経験したいわゆる不安の哲学とか不安の文学とかが数年後には日本においても流行するようになった。それが数年後であったということは当然であった。 なぜならそれが来るためにはフランスやドイツにおいて見られたように一つの要素、すなわちマルキシズムの流行がまずなければならなかったからである。それが順序である。そう考えてくると、思想の流行というものにも何か必然的な法則があるように思われるのである。括弧開く。文芸、1941年6月12月号。定本。 現代日本思想体系33書房処九1966昭和41年5月30日初版発行。1975昭和50年5月30日初版第14ずり。書出文芸。1941昭和16年6月号から12月号。入力文子。ふみこ 厚生川山隆。2007年1月7日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ www.aouzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。